の日おめでとうって。アンナいつもありがとうございます。いつもありがとうございます。今月12日の母の日、兵庫県明石市のケーキ屋プロップにはお母さんへのプレゼントを買い求めるお客さんが大勢。大粒のいちごを乗せたショートケーキにベルギー産チョコレートを使用したケーキなど、素材にこだわった優しい味が人気の秘訣です。あっさりとあんまり甘くなくても食べやすいです。いちご、いちご、チョコ。そんなプロップ、ある特徴が。さあ、何でしょう。もう格闘家の人たちがずらっとありますね。ケーキ屋さんでは珍しい方やと思いますね。格闘家に愛されるケーキ店、大忙しの一日を定点観測しました。まだ街が静かな午前6時ごろ、一台の車がお店の前にやってきました。おはようございます。おはようございます。店主の渡辺翔次郎さん、この日は母の日、いつもより1時間前倒しで準備に取り掛かります。今日は忙しくなりそうですね。なってほしいですね。やっぱりハロウィンとかそこら辺ぐらいはでもほとんどイベントがないんで、今日頑張らないと。おまんま繰り上げです。開店までが最も忙しい時間帯、3人体制で準備を進めます。眠いです正直眠いです。綺麗に焼けますよ。開店まであと4時間、渡辺さんオーブンにつきっきりです。焼けました。美味しそう。いい匂いがしますよね。オーブン担当ってデブには向いてないと思いませんしかもこうあんまり開けたりしたら温度が下がったりしたらダメなんで、僕のところだけエアコン当たらないんです。いつものメニューに加え、母の日限定のケーキも作ります。開店直後、早速お客さんがやってきました。カッパがついててさ、チョコだ。チョコ何するの？やっぱりフルーツ。たくさんのケーキに迷ってしまう女の子たち。一方、お母さんは？全部いかなくてさ。7です。はい。あ、モンブランと1個で。注文に大忙しです。10人でみんなで集まるので、今日兄弟もみんな帰ってくるので、母の日を親族みんなで盛大に祝うんだそう。お母さん大好き嬉しかったです。お手紙と一緒にもらえてせっかくの母の日をケーキで彩ろうと、その後も次々とお客さんが。続いてやってきたこちらの男性、向かう先はケーキのショーケースではなく隣の商品棚。お目当てはというと、筋肉カステラって言って、はい、結構自分格闘技の指導者やってるんですけども、練習後に食べてたらほんまこの筋肉カステラっていう名前の通り筋肉ついてくるんで、はい、もう腹筋とか普通にこんなんです。はい、はい、筋肉カステラ。渡辺さん、これは一体何ですか？
ざっくり言うとプロテインが入っているカステラです。小麦を減らし代わりにプロテインを入れた低カロリー高タンパクなカステラだといいます。ダイエット目的でキックボクシングジムに通っている渡辺さん、減量期に入ると甘いものが食べられなくなる選手たちの姿を見て、減量中でも食べられるおやつを作ってあげようと考えました。プロテインって熱が入ると硬くなるんで、すごいガシガシな感じのを柔らかくするのにすごい苦労はしましたけど、作っては味見を繰り返すこと1年半、ようやく美味しい商品が出来上がりましたが、一方で40キロぐらい太りましたね。本当に1日何個食べたんやろ、すごい食べたんで。身を挺して開発した甲斐あって、今や多くの格闘家が買い求めるように。僕減量始まったらいつも買いに行きます。あと11キロですね。朝とか全然食べとっても別に体重落ちるんで、そのまま食べてずっとそのまま続けてます。普通のカステラぐらい美味しいんで、減量の時はこっちでも減量じゃない時はそっちケーキ食べてるみたいな感じですね。お会計を待つ女の子、何を買ったんですか？母の日のプレゼント買って、お菓子も一緒に買おうかなと思って買いました。中学2年生、お母さんに素直になれない時もあるそうで、いつもなんか結構反抗的な態度取ったりしてるけど、感謝してるからありがとうって言ったり。お母さん喜んでくれたかな。一方その頃厨房では、そうですね、オーブンから出てきたのは焼きたての筋肉カステラ。甘い匂いが厨房いっぱいに広がります。渡辺さんお昼も食べずに働き詰め。しんどいですでも楽しいんじゃないですか。お客さんいっぱい来ていただけるので。こちらの家族連れは、はい、2人ともタイトルマッチなんで。タイトルマッチやね、すごいな。2人同日チャンピオンになるか。兄弟でキックボクシングの大会に出場するのだといいます。筋肉カステラとケーキも購入ですが、ケーキは僕らは食べないんです。食べない、はい、カステラ食べます。みんなは食べるの試合に勝った後のご褒美、はい、妥協の許されないストイックなスポーツ、筋肉カステラで気合注入です。閉店まであと30分、家族連れがやってきました。ドーナツとカステラが大好きでよく寄らせてもらってます。こちらの女性、実は赤コーナーより藤井めぐみ選手の入場です。総合格闘技の元世界ランキング1位、藤井めぐみさん。試合開始1分以内で勝利を決めることから秒殺女王と呼ばれたことも。引退した今は、甘いものを好きなものを食べるのと、旬の果物を使った美味しいケーキがたくさんあって、今ちょっと食べ過ぎちゃってあの少しセーブしなきゃいけない。お菓子を存分に楽しんでいます。閉店時間を過ぎた頃、最後のお客さんがやってきました。
部活帰りだという高校生。お母さんに渡すケーキをなんとかギリギリゲットです。ちょっと深く言うのもちょっと気まずいんで、ちょっといつもありがとうぐらいでこれ渡せたらいいなと思ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。終わりましたね。閉店します。疲れました。長い一日が本当に食べて美味しかったっていう声を聞けたらまた頑張れるんじゃないかなと思う。しんどい仕事ですけど楽しい仕事なんで頑張ります。今日ですか。もうとりあえず山盛りご飯は食べます。2合食べます。甘くて優しい味が誰かの活力になるように。明日に備えて一休みです。